賢い可愛いエリチカハラショー綾瀬エリ役南條佳乃です。よろしくお願いします。こんばんは、のぞみパワー注入ハイプシュー。たっぷりはちょっと今日無理だった。じゃあ軽くいただきました。東條のぞみ役クスダイナです。たっぷり忘れちゃったの。忘れちゃった素だったの。わざとじゃないんだ。メールテーマはこの夏食べた美味しいもの。いいね、はい。まあ、暑い日が続いてますけども、まあ、美味しいものもね、夏、まあ、カレーとかもいいんじゃないですか。あ、いいですね。暑い時に暑いラーメンとかもいいですね、うん、いいね、ラーメン。最近2人が食べた美味しいものは、湯婆婆楠田さん大丈夫？湯婆婆食べちゃったの？あの人はなかなか食べるの難しいんだろうけど。食べてない今日大丈夫かな。90分もあるけど。はい、大丈夫です。大丈夫かな。どう調子は実際のところ。実際のところ、まあまあまあですね。まあまあか、まあまあしんどいのかな、はい、だいぶ良くなりました。でもね、はい、夏風邪は長引くって言うからね、うんうん、でもお母さんすごい優しくしてくれたんでしょ。そう、あのもう私が、うん、もうドライヤーを乾かすのも嫌で。ドライヤーも乾かすの嫌だ。ドライヤー水につけちゃダメだよ。ドライヤー髪の毛を乾かすのが嫌で、ドライヤーでね、ドライヤーでね、うん、ドライヤーお母さんかけてくれました。髪の毛にね。髪の毛にお母さん優しいね。髪乾かしてくれたの。髪の毛乾かしてくれた。お母さん優しいね。そう、もうやだーって言ったらやってくれた。今日さ、ツイッターで400万人突破って言ってた。あ、ほんと、うん、うわ、おめでとう早くない？すごいね。で、この間なんか300万突破のやつもらったよね。もらった。ラブカ、あれ配ってませんでした？ラブカストね。もらったよ。みんなもらったから。じゃあまたもらえるってことかな。あのハートの石、ハート型の石。5月に300万だってことです。え、300万個くれるの？欲しいよ。そんなに欲しいよ。5月に300万だから、うん、今8月3ヶ月で100万人すごい。だってこの間電車の中でね、うん、綺麗なお姉さんがスクフェスやってて、隣で、うん、隣で隣で、うん、でじーっと見てたの、うん、でそのお姉さんスクフェス終えて、うん、なんかちょっとお財布をなんか広げてて、そこでなんか免許証が見えちゃって、うん、見えちゃって、お姉さんの年齢私より年上だった。うん。大丈夫かな。でも私もあなたより年上だからね。あのね、すごい本当にもう本当に綺麗なお姉さんだったの。うん、なんていうかそのアニメとか、うん、あんま見なさそうな。うん、とかお姉さんがやってたの。やるんだよっていうことだから300万人400万人なんて不思議な話じゃないってことを言いたい。そういうことそういうこと言いながら、今の言い方だから書いてあるじゃん、ジョルノは綺麗じゃないってことやつそういうことじゃないの。そういうことじゃないの。あんまり声を晴らさないであげてください、この子に。わかるよ。ほら、熱が上がっちゃうから。言いたかったのはクールダウンして、まあ、世界中のみんながスクフェスやってるってこと。その通りです、はい、ちょっと待って。読もうか。いける。ああ、まだいけそう。まだいけそう。分かったよ。シンシさんからいただきました。ありがとうございます。ホラー番組を見ていたらすごい的確なタイミングで携帯が鳴りました、うんうん、怖いのが苦手なのでうわーと軽く叫んでしまいました。なんで自分で笑っちゃった。思ってたよりすごい変な声が出たの。自分で思ってた声じゃない声が出てきたからびっくりした。もうそれそれも風邪ひいてるからびっくりした。内容は申し訳ないけどそんな大したことない。3ラジオ
だった。そうね、パワーが強すぎて全然内容が頭に入ってこない。大丈夫？大丈夫かな。大丈夫っしょ。なんとかなる。7万3000人超えたってすごいね。うん、7万3000人の方に、うん、風の私をお届けしております。こんな機会ないよ、めったに、うん、ね、はい、風っすんだよ、風っすん。イエーイ。続いてはこちらのコーナー、叶えみんなの願い、クスクス大明神。ここはちょっと読むんだから上に置かないでよ。バーン。ごめんおっと。ここは細かすぎるお願い事の、ね、いいのよ、ごめんごめん。叶えてくれると噂の神社です。ラブライバーの皆さんの願い事が叶うようにみんなまとめて祈願しちゃいたいと思います。今日はどんなお願い事が届いているのかな。やめなさい、菜箸。手作り、ありがたいね。じゃあちょっと紹介させていただきますよ、はい、大明神様、はい。